トッピス入ってる今回なんですけれども、前回のドラクチコーダの動画がですね、6万再生3000いいねという今までの僕の動画何だったんだってぐらいの高評価いただいておりましてですね、まあ、そちらでいただいたコメントで、あ、これいい質問だなっていうの結構あったので、実際コメントいただいたやつはそれ見ながら、まあ、僕はねさらに詳しく解説していって、まあコメント返信してないやつもあるんで、まあ、そちら口頭でね喋っていこうと、まあ、突撃直帰とかの話題がね結構多かったかな、まあ、そちら喋っていこうかなと思います。今回の動画顔を出してないんですけど、まあ、この前回いただいた内容は面白いんだが、その肝顔を映す意味あるっていうコメントはね、はい、全然関係なくてですね、はい、全然気にしないんで、はい、これのせいで顔出してないわけじゃないっす。はい、というわけでいただいたコメント読んでいきましょう。ニンフィア、ジュラルドンみたいな BD どちらかが極端に低いポケモンって総合耐久的にはそんでも足りてないところに努力値振った方がいいんですかというコメントでございます。これね、まあ、場合によるっていうところですかね。まあ、使用者、パーティーの使用者がどっちを意識するかっていうところなんですけど、まあ、防御とか特防で、まあ、耐えたい攻撃別に使ってみた感じないなっていう時は、まあ、HP に振った方がやっぱ強いんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、HP に全部振り切った方が、まあ、防御と特防足して、まあ、HP を多分ね、まあ、超えちゃうと思うので、まあ、普通に HP 振った方が、まあ、配分の、まあ、全体のバランスとしてはいいんですけれども、まあ、例えば、防御でなんか耐えたいっていうのがあった場合っていうのは、まあ、HP に全振りするより防御により多く割いて正方形から崩していった方が、まあ少ない努力値配分で防御が硬くなると、まあ、その分特防はねちょっと犠牲になってしまうんですけれども、まあ、十分特防ね、インフィア高いから十分だよみたいな、正直特防どうでもいいから防御厚くした方がいいよって場合は、例えば特攻252、防御 200HP50 とかみたいな、防御にかなり厚くした配分も一応あるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、特攻全部振るのは絶対絶対確保してし、残り防御一番硬い配分にするわってなるなら、まあ、防御252、特攻252の配分が一番いいというふうにはなると思いますが、まあ、やっぱね、まあ、そんなに耐えたい攻撃ねえよって時は、まあ、HP と特攻に振ったニンフィアが結構多いんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、特攻、削って HP ニンフィアとかもかなりいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、前回の応用っていうところで考えると、防御よりね特攻の種族値が高いので、まあ、努力値全部振っても特攻の方が普通に、実数値が高いので、まあ、控えめにして、まあ、特攻はまあ4振りか0振りで、まあ、HP と防御に252振るみたいなのも、まあ、やっぱ、ありになってくるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、この質問に関しては、まあ、場合によるというところですね。まあ、防御を意識したいと、耐えたいやつがあると、ジュラルドンなら特防で耐えたいやつがあるとするなら、まあ、そこまで D に振り切って、まあ、特攻も振りたいしみたいな欲張り配分で、まあ、防御とか、まあ、ニンフィアなら特防とかいらねえよってなるなら、まあ、HP をちょっとしか振らないっていう配分もまた一つの正解であるという感じでございます。はい、次の質問です。エアムダは紙剣のような物流系に特化または特殊を受けるのに絶望的なポケモンであれば D イコール0として考えた方がいいのですかということなんですけれども、まあ、これに関してなんですけど、まあ、シングルだとね、まあ、物流系とか、まあ、特殊系とかね、そういうまあ行動が成り立ちやすいと、まあ、1対1のルールなので、そのポケモンに投げていけば、まあ、役割対象としてね遂行していけるんじゃないかなと思うんですけれども、ダブルバトルだとね相手2体いるんで、絶対ね、うわーこれ片方相手苦手な方じゃんみたいになるパターンが多いと思うので、まあちょっとね、そういう片方に特化させるっていうのはちょっと難しいと、まあ、結構大穴みたいな感じで弱点になってしまうので、まあそんなにお勧めできる方法ではないかなというふうに思いますが、まあ構築にもよるんですかね。シングルだとしても、まあ構築によるんじゃないかなと。まあエアームドで特防に振るのもまあ強いと思いますし、まあ紙剣に D 振るのも強いと思うんですけれども、まあカバルドンとかもね、まあ、特防に振った個体とかも結構いたと思うんですけれども、まあ特防をねゼロとして考えない方がいいパターンも結構まあ多いんじゃないかなというふうに思います。紙剣とかね、まあ、エアームドぐらい特化してても、まあ、特防振るっていうのも選択肢になるというふうに思いますが、まあ、場合によりますね。構築でのそのポケモンの役割を考えた上で、まあ、配分していくといいと思いますが、ダブルバトルだと完全に捨てるのはやめた方がいいというアドバイス込みでございました。でも特防も振って素早さも振ってっても火力ねえじゃねえかみたいなパターンってね、まあ、紙剣以外にも結構あると思うんですけども、そういうポケモンってね大体攻撃と素早さに振り切ってタスキみたいな、まあ、使われ方してると思うんですけれども、そういうね育成は結構おすすめでございます。はい、次、CS とか AS の場合もこういったことを考えた方がいいのでしょうかという質問ですが、まあ、CS とか AS の場合は、まあ、残りね、4どこに振るかっていう話だけなので、まあ、関係ないという感じになっております。前回のね、まあ、動画は残りの努力値で、まあ、一番硬くする、まあ、最適な方法っていうね、
テーマにも置き換えれるような、内容ですので、努力値残り4とかしかない場合は、HP か特防かに振るみたいな、そういう話だけですね。はい。お次なんですが、物理に強くしたくても少しには D 振った方がいいのですかということなんですけれども、特防はね、どうでもいいとか、防御どうでもいいっていうなら、片方はもう捨ててもいいという話でございます。お次の質問ですが、これはね、興味がある方だけ、止めてみていただければいいっていう感じの、おさらい的な内容になっておりますと。お次なんですけれども、この話は分かってたつもりだったんだけど、自己再生とか眠るとか回復木の実とかの回復をすることがあるポケモン HP の最大量を増やした方が得なのかなと思って HP 振り切ってたという話でございますが、これはね、とても良い質問だなというところなんですが、結局ね、これ回復するっていうのは、お盆の実とか HP を4分の1回復するっていうだけの話なので、HP 多ければ多いほど得っていう話じゃなくてですね、結局割合なので、耐久が4分の1高まるっていうだけの話なので、元々の耐久が高ければ高い方がいいので、HP を削って防御とか特防に振った方が硬くなるポケモンなんだったら、HP が高くある必要はないという話でございます。はい。最後の質問にしようかなと思います。特性のファーコートやモフモフ、道具の奇跡や直径を持たせる場合も同様の計算方法でいいのかなということなんですが、ファーコートとかモフモフの話しますか。これなんですけど、例えばペルシアンってダイジャスバーサー250に、固定で振るポケモンじゃないですか。で、大体ね、そこは一旦固定として考えましょう。で、残りの配分どうするかっていうと、ファーコートって防御が2倍になるっていう、特性なんですけれども、その考え方は HP× 防御押した後に2倍するっていう考え方で、大丈夫というところで、じゃあどれが一番正方形になると、どの時点での正方形を見ればいいんだっていう、のはそのファーコートの補正の2倍を乗せる前に、正方形としてね、形で見れば分かりやすいですね。残り250にどこに使えば一番硬くなるかっていうと、こういう振り方になりますね。防御だけ見れば明らかにこの、振り方が一番高くなるということで、この防御のね、112っていう値が、HP 超えてないので、これが一番ね、防御と HP だけの関係で見れば、正方形に近づく配分となってて、こうね、した場合とか、すごいね、離れてしまいますが、この状態から、2倍するより、もちろん、この状態から、2倍した方が、普通に硬くなると、この141と112の関係性で見ればいいという話なんですが、実際こんなね、ペルシャの配分する人っていうのは、大体いないですよね。多分物流系でペルシャ見るっていう人はほぼいなくて、実際問題の話しましょう。これね、やっぱ初心者にも分かりやすいように、実際のね、具体的な実践方法でのところを見た方が正直ためになるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、大体こういうポケモンって、特防の方がやばいから、別に防御耐えたいやつ、あればね、振ればいいんですけど、HP 振った後に、防御でさらになんか耐えたいってなれば、振っていけば、素早さ落とすか、HP 落とすか、こういう感じでね、ちょっと損するけど、総合耐久的にはね、こういう感じで、やって耐えるみたいな。で、残りはね、特防意識してやっぱ HP にできるだけ振ってるみたいなのが強かったりもするんですが、防御大体どうでもいいわってなったら、こういう配分になることは多いですね。ダブルバトルとかだと、HS とか、DS とかのペルシアン結構多かったイメージでございます。防御ね、実際2倍になるからちょっと過剰なんだよなっていう場面が結構多いんじゃないかなというふうに思います。例えば、他バイウールとかかな。だから実際はね、総合耐久重視するより、過剰だからこっちに回した方が強いっていうのが結構実際の問題であるという話ですね。はい。で、バイウールなんですけど、こういうポケモンとかね、S に振らないので、防御とかに振る形で結構完結するんじゃないかなっていうところは感じるポケモンですね。これでね、防御の補正かけても、身長じゃないよ、ごめん、ずぶといとかにしよう。これがね、167で、179を上回ってないので、これ防御ね、一番硬いし、完璧な配分。別に上回ってても上回ってなくても、どっちみちこれね、防御と HP 全部振るのが一番バイウールの防御硬い、数値なので、上回ってたとしてもこれは正解なんですけれども、ポケモン一つ一つでね、見た方が結構わかりやすいですかね。ポリゴン2とか表示できるのかな。もうこれ、進化の奇跡の話行ってみましょう。こういうポケモンってね、大体HP 振り切りますね。このポケモン192になるんで、実際は、こうしたりもするんですけれども、防御ね、振らないんだったとしてもね、多分 HP に振ると思うんですけどね、こういう場合って。例えば、大体進化の奇跡のポケモンって限られてるじゃないですか。サマヨール、ポリゴン2とか、
ピッピとか、そういうポケモンって全部も HP にまずフルでだいたい問題ないですね。はい。ただ防御どうでもいい HP、防御特防どっちかがもうどうでもいいってなるなら、で、さらに S も振りますってなるんだったら、こういう振り方もありますが、実際問題しないですよね。特防絶対いりますからね。で、総合を考えると、こうなりますかね。基本的にはね。てか、大体そもそも S にこんな振るって話もそもそもならないので、実際問題はこうとか。例えば124で、残り124でみたいな、このバランスいいみたいな、こういう配分が一番ね、近づいたりするかなというところですが、進化の奇跡は直帰と違って両方上がるっていうやつなんで、ちょっと難しいですが、こっちも 1.5 倍、こっちも 1.5 倍って考えると、大体 HP にね、振り切った方が、総合的にはね、硬くなるっていう場合が、多発すると。実際ね、ポリゴン2とかサマヨールとか、考えれば、大体そうなりますと。サマヨールとかすげえ露骨だよな、無振りで115しかないしね。だから、全部振って147となるんですが、残りね、防御に振ったりとか、こういう人が多いかな。っていう気がするんですが、大体の奇跡ポケモンは難しいこと考えずに HP 振ってれば大体正解だよっていう話が、したかったね。ピッピもそうでございます。本当に防御でね、どうしても耐えたいみたいながある場合とかだけ、詳しく考えればいいと思いますが、大体の人は HP フルで解決する問題なんじゃないかなというふうに思います。ほんまにね、素早さ絶対欲しい、防御一番硬くなるのこれだから絶対これだみたいな、なくはない。これは一応正解ではある。素早さに全部振った上で、防御ね、一応振ってるんで、これは一応正解のうちの一つではあると思いますが、ほぼすることはない。実際ね、 161×156 と 161×115 を足した時に、総合耐久としてはね、明らかこっちの方が高い、特防と防御 1.5 倍するんで、HP をね、絶対上回っちゃうんで、絶対ここ振りたいっていうステータスになってくるので、基本はこの HP を尊重した上での配分をお勧めするという感じでございます。はい、というわけで一番最後ね、ややこしすぎる突撃直帰の問題に向き合っていこうと思います。これに関してはね、ペルシアンとかみたいな感じで結局 HS とか DS だよねって話じゃなくて、向き合っていく必要がね、あるポケモンが多い、アイテムなんじゃないかなと思うんですけれども、突撃直帰ってね、特防が 1.5 倍になると、いうアイテムなんですけれども、進化の奇跡と違ってね、片方だけ 1.5 倍になるってことで、重みが違うんですよね。防御に、252振ると、32増えて、値が147になるというところなんですけれども、これがね、特防に、252振ると、32増えるだけじゃなくて、増えた32も 1.5 倍されるっていうことで、どこに振っても一緒っていうわけじゃなくて、特防に振れば振るほどその 1.5 がかかるだけ、ちょっと得してんですよね。だから、防御に振るより、特防に振った方が、総合耐久としては、絶対に高くなるなっていうアイテムでございますが、これね、ここじゃなくて HP に振った時に、これ総合耐久どっちが高いんだよっていう話。これがわかんないですよね。防御だけ見る、防御も考えてみると HP に振った方が、こっちはね、HP 得してるしな、みたいな。でもこれと比べて HP に振っても32しか HP 増えねえけど、特防に振ったら実質32じゃなくてさらに 1.5 倍された値増えて得だもんな、みたいなところで考えても、一応ね、今回ロブシに関しては計算してみましたが、H4D252 の場合が、合計のね、防御も含めた耐久値が 52,490 となっているんですが、HP に振ったね、こっちの方だと総合耐久は、51,728 ということで、特防に振り切った方が、総合としては高くなるという、結果が得られましたという感じですね。しかしね、これ多分ポケモンによることが多いんじゃないかなということで、これ一つ一つね、ポケモンによって使い分けないといけない事案なのかなというふうに思いますが、てか正直ね、総合耐久意識して直帰持たせる配分も正直そんなにないような気はしますね。というのも、実際多少、無駄だったとしても、例えばこれぐらいの振り方してる人が気持ちね、気持ちなんか多いんじゃないかな、もうちょっと D 削ってっていうのもあると思うんですけど、結局はね、ペルシアンとかじゃないですけど、
まあなんか防御でなんか耐えたいとか、まあ、適切かどうかわかんないですけど、ドリュースの弾ダイアース耐えたいとすれば、まあ、余裕で耐えるか、まあ、この HP に振るのも必要みたいな。でも 1.5 倍かかるから、まあ、できれば、まあ、特防に振った方が、有利ですよとなるので、まあ、ちょっと B なんか、まあ、シャアなしここまで振って残り D とかそういう配分が、まあ、賢いのかなというところですが、まあ、ローブシンの場合であると、まあ、これが一番総合耐久がね、高くなるっていう結果が得られましたが、まあ、そんなにね、まあ、意識してる人はいないかなというところですが、まあ、難しい問題ですが、進化の奇跡よりさらにめんどくさい感じになっています。はい、ということで、まあ、ローブシンの配分もね、まあ、みんなぐちゃぐちゃで、まあ、使ってる人によって全然違うかなっていうのはありますが、まあ、一番綺麗な配分はね、うん、納得感はある。これが一番納得感があるね。うん、AD ぶり。とりあえずこれは納得感ある。まあ攻撃をどうでもいいものとしてるしね、なんか。うん、なので、まあこれが一番納得感はあるっていう感じですかね。1.5 倍されるんでね、117とかだとなんかちょっとね、116にしたくなるような気持ちはありません。1.5 倍するんで、ちょっと波数はね、切り捨てになってしまうんで。まあそういうところとかもね、地味に調整する案件にはなっておりますが、まあ、直近の説明も以上と。なっております。まあ、ワンチャンね D に全部振り切っても D×1.5 と防御足して HP に満たないみたいな、まあ、パターンもまあワンチャンあったりもするのかなっていうところなんですけども、そのポケモンの種族値によってまあ各々計算してみてくださいと。まあ、防御以外に、まあ、素早さとか攻撃とかにまあ必要なところもあるとは思いますから、まあ、総合耐久を重視するか、まあ、防御とか特防のなんかあるピンポイントに焦点を当てて残り振っていって残り効率的にやるとか、まあ、ちょっと難しいですけど、まあ、これ分からなくてもね、あんま悩る必要はないと思います。人の配分を、まあ、パクってれば、まあ、まあ大体は、まあ、その人も間違ってる可能性非常に高いアイテムとはなってるんですけれども、まあ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 いいと思います。以上で今回の動画を終わらせていただきたいと思うんですが、これポケモンソルジャーっていうサイトですね。まあ、キャラのティアランクとかもまあ僕前動画で出しましたけれども、まあ、あれも使わせていただいてるのここということで、まあ、これ実数値の計算だけじゃなくて、まあ、普通に計算とかもまあできるサイトになっているので、まあ、今度ダメージ計算のねやり方の動画も出そうかなと思って、まあ、今回の動画多分クソ長くなってるからね、うん、これは多分やばい、多分次に回さないとやばいと思うので、またそっちの動画もね見ていただければと思います。こういう初心者向けとか中級者上級者にも多分ね参考になる動画だとは思うんですけれども、まあ、こういう系の動画がやっぱ好評なんで、まあできるだけね出していきたいというふうに思っているので、ぜひチャンネル登録とか高評価とかしていただければ励みになりますということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。